ヤマハの X シリーズですかね、うん、まあ、ヤマハが最初ではない、まあ、パクったってことですね、まあ、お疲れ様です。こんにちは。お疲れ様です。今日もご視聴いただきありがとうございます何ですか。今日はですね、 X を語ろうという回を、そう、いやもう期待通りのリアクションヤマハの X シリーズですかね、うん、林さんご存知ですか。知ってますよ、多分。なんかこう後ろが X になってるやつ、合ってます。合ってます。それを語ろうの回。うちでこんなに X 集があるのはなかなかないですかね。数見れるってそんなに多くない。下手すると1台もないこともある。こんなに、ね、今あるだけで2、4、5、え、そんなに。今長野店にあるヤマハの8割ぐらいは X ですよね。なっちゃいますかね非常に稀なケースになってますので、ですね、今回は、まあ、X って結構音がいいっていうんですかね、うん、なんか評判が高いんですけど、20年間ぐらいあったものですかね、うん、初代から20年くらいはあったのかな、まあ、その20年間の中でモデルがどのように変化していったかっていうのも含め、ちょっとうちにあるものを見ながら X 集をちょっと深掘りしてみようかなという、そんな企画でございます。で、今横に X があります。ヤマハが最初ではない。もともとというか、ドイツにある、今の名前はグロトリアン。ルーツをたどっていくと、スタンウェイの次男、うん、長男も一時勤めてた。正式名称はちょっと前はグロトリアンスタイルウェーブっていう名前がついてたので、うん、まあ、その会社は星型支柱っていうんですね。1枚の機械をくり抜いてる、すごい、まあ、無駄があるというか、贅沢大変ですね。そんな作りをしてるんで、っていうのが、まあ、多分モデルになったんではないか。まあ、パクったってことですね。まあそんな X シチューは現在はもう作られてないということですね。そうですね。多分コストの面からして作ってもやたら高くなっちゃう、まあ、やめたんじゃないかなと。構造的なものはこういう風になってますということで、じゃあちょっと先に X がなぜ人気なのかみたいな、まあ、あの通常のレギュラー商品っていうんですかねに比べて、あの中の部材もいいものを使ったり、なので簡単に言うとグレードが高かった。なおかつ支柱が普通の支柱に比べて、まあ、安定がいいと言われてますかね。ああ、よくなんか剛性が高くなってるから、そう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 、ピアノの安定性が増してるみたいな、そう、そんなことを言われてますね。まあ、ピアノ自体が大体あの20数トンという力で引っ張られてですね、まあ、それに耐えないとぐしゃってなっちゃって、まあ、その一番支えてるのはあのフレーム。フレームをさらに支えてるのがこう木の枠。そこの剛性が高ければ高いほど、まあ、安定性とかねじれとかっていうのにも強いと。だんだん新しくなっていくような感じで一台一台見ていこうと思います。ではじゃあ一番古いやつから。これが UX ってついてないんですけど、ただ X って書いてある。お、本当ですね。まあ、正式には UX、 背の高いいわゆる3型、うん、131センチのモデルの初期。ネットではこの初期型がいいっていう方結構いらっしゃるので、まあ、結構デザインがちょっと変わってるんです。こんなデザインで。そうなんですよね。あ、ここが大きく、本当だ、滑り台みたいな。そう、これちょっと独特ですね、はい、僕が好きなポイントはこれを上げた時にここがこうフラットになるんですよ、はいはい、なんかモダンだなみたいな。あ、なるほど。モダンというか昔で言うモダンだなみたいな。あとはこういう風に段がついてたりするとこれはやっぱりコストが上がる要因なので、これはちょっと普通のものよりもコストがかかったデザインになってると。でも X シリーズの中では古いので比較的安価ってことですかね。あ、そうですね。中では、まあ、古いと、はい、あの傷があったりとかって運動もしやすいので、はい、もう引いちゃいますか。なんかね、あの自信ないですわ。もう違いが分からないって話。違いが分からないって話。なんか苦しいんですよ。感想の引き出しが少ないから。大丈夫です、視聴者の方々が感じてくれれば、はい、そういいので。大丈夫です。見てる皆さんは結構耳がいいのか、皆さんの方が鋭いこと言うので。そうですよね、うん、そう、ちょっと私なんかがいいんかなって思う。いいです。それを僕が面白くして、はあ、皆さんが面白く楽しんでもらいながら皆さんで考察してもらえばいいんですよ。あ、なるほどね、うん、河合さんに深い考察は求めてないので。あ、なんで笑ってんの。いや、いいんです。河合さんは河合さんのままのコメントで、うん、
今日はいっぱい弾いてもらいますからね。全部同じかもしれないですけどね。なんかね、わずかの差がちょっと分かんない可能性がある。耳は掘ってきたんですよ、ちゃんと。クロスパイラル綿棒で掘ってきた。やっぱり弾いてるとこ見たいっていう方もいらっしゃるので。そうですかね。はい。弱小ピアニストがね、弾いてるところでよければ、まあどうぞ。最近、自己嫌悪期、自己嫌悪期が来てる。青いです。この時代のもの。あ、本当だ。青いって言うんですか、これは。そうですね。本当はもうちょっとあの青いんですけど、新品の頃は。これが通常のカラーですか。カラーというか、あのメッキがこれが薄くいいんですよね。あちらの方が高級メッキ。音に違い出るんですかね。音には多分出ないんですけど、耐腐食性が高い。この方がやっぱり赤サビが出ます。多分このハンマーの、まあこれハンマーのウッドって言うんですか、ハンマーウッド、はい、これが材質があの通常のラインナップよりもいい。この芯の木がやっぱり硬いとアタックした瞬間の違いが出るので、うん、軽やかで芯があるみたいな、うん、UX は結構この辺が特徴的かな。UX っぽいといえばぽい。これブランドでいうところのアリコートみたいなのが実はこれ隠れてついてると思います。あ、そうなんですか。これまず分かれてるじゃないですか、セパレートになってて、だいたい安いのってこっちもと同じのがこっちについてるんですね。これ太いくて取るってひっくり返すと斜めに切れてるんです。アリコートの効果を出してる。だから多分華やかになりやすいんじゃないですかね。じゃあまあこれが最初の X ということで、そうですね、X はここから始まったということですね。次の年代の X を見てみましょう。はい、同年代のこの X の上、安いやつあって、レギュラーあって、X あって、さらに上。これが YUA。あ、なんか高級感を感じるんですけど、なんかこう X はつかない。気のせい？これ X つかない。名前に X はついてないけど、でも X です。 X なんです。なんせあの外装がまず特徴のこの大型譜面台でスライドをする鍵盤の蓋、うん、あとここが段々になってるとか、まあ、譜面台が大きいっていうのと、あとは穴が開いてて、本当だ、ここから音が抜けてくるんです、外に、まあ、トーンエスケープとかって言われてる、一般的にそう言われてるやつですね、うん、であの UX よりもさらにアグラフ、アグラフっていうのは弦がなんか通ってます ね、この豚の鼻みたいなところ通ってる。はい、かわいい。これどんな効果があるんですか。音の鳴りが良くなるらしいです。らしい。あとはその、うん、よくわからない。なんか僕がネットで見たのは、うん、プレッシャーバーだとそれぞれ細かく向きという角度合わないから、あ、全部はいはい、1音ずつ細かく弦の向きを、はい、変えられるから、それがなんかメリットだみたいなのが、メリットとしてはそれがあるかもしれない。あと多分1個独立してるので
の Wii も良くなるんじゃないかと。でこれはやっぱりいくつも隣同士の音とつながっちゃってるから、うんうんうん、打ち消し合っちゃうところがあるよ。隣のあの単2度って一番雑味がある音じゃないですか、隣同士って、うんうんうん、だからそれと干渉しないので一個一個独立して音出せるっていう、うん、振動を伝えられるっていうのね。ソーアグラフっていうものになると、じゃあここも全部アグラフってことですか？そうですね。だからソーアグラフにしちゃうと高音が出づらく、ちょっとおとなしい感じ。可愛いコロコロした音に。あとはベースダンパーがついてる。あ、そっか、これか。はい、普通ダンパーペダル。全部開放しますよね。で、普通真ん中って弱音ペダル。そうですね。でも弱音はここにあるんです。これ今の YUS5 とかのにもこれがついてます。これいいですね。いいですか、うん、じゃあ真ん中のペダルは何するんですか？あれソステヌードですか？今の高いやつはソステヌードがついてます。へえ。ただこれにはついてなくて、これはベースダンパーと言われてる。初めて聞きます。ベースダンパーって何？あのジャズとかに使うらしいですよ。踏むと低音解放するんですけど、ここは切れるんです。ジャズでは使うらしいっていうことしか知識がないです。なんだそれ、初めて見た。初めて見ました。もうめったにないので。へえ。まあそれを使ってもらうってなかなか難しいので、うん、まあ、先ほどと同じような感じでちょっと、うん、気はするんですけど、深みは全然こっちのが、うん、それがアグラフなんだ。はあ、なるほど、そういうことか。それは違う気がしますけど、でもなんとなくさっきのやつよりバランスが取れてる気がします。アバルーマだったのが乗りこなせるようになった感じ。なんか音一個一個クリアな感じしますね。X シチューがモデルチェンジしました。グレードアップ。
これが新型 X シチューです。もう X じゃない。確かに。YUS っていう機種があった。1、102、103、104、105あったかな。アルファベットキャパオーバーちょっと